こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕のオリジナルのブランドソウの新しいアイテムを作りましたので、皆さんに全力で解説をしてみたいなと思っています。それは何かというと、僕が今着ているこちらの耐力圏コートになります。はい、皆さんの気持ちよくわかります。これから夏を迎えようというのに、何をそんな暑苦しい格好してるんだと思ってる方も多いかなと思うんですが、もう早くもですね、秋冬の商品というものをですね、作らないと結構国内の工場がパンパンになっていまして、間に合わなくなってしまうんですね。ですのでちょっと早い段階ではあるんですが、今年の秋冬に発売予定の耐力圏コート、皆さんにご紹介ができればなと思っています。実はこちらのコートですね、僕のブランドでは設立1年目からずっと計画をしていて、まあ、いつかリリースしたいなと思いつつ、まあ、何度もですね試作を繰り返しながらようやく完成したコートになるんですね。で、実はですね、今年の春に一回こちら試験的にですね販売をしたんですが、わずかですね10分程度で完売してしまったというですね、ちょっと幻のモデルになっています。まあ、その時はですね、枚数がちょっと28枚ぐらいとかなり少なかったんですけども、今回はですね、しっかりと皆さんにお届けできるようにちょっと早めの時期にですね、ご紹介させていただくことにしました。僕はロング丈のコートがすごく好きで、結構ですね、冬場にも着たりするんですが、その一方でちょっと苦手だなと思うところもあるんですね。というのもロング丈のコートって正直着丈が長いので邪魔だし、結構重たくて着るのがめんどくさいと思うことありませんか？僕はですね、結構めんどくさがり屋なので、重たいものだとか着心地の良くないものは全然着なくなってしまうという癖があるんですね。ですのでロングコートの雰囲気は好きなんだけど、リアルで着ることがそんなに多くはないっていうところがあったりするんですが、まあ、そういった僕自身の悩みを解消するために、なるべく軽くてサクッと羽織れるようなコートを開発したいなということで、徹底的にこだわって作ったのがこちらの耐力圏コートになります。まず重量感なんですけども、すごく軽いんですよ。ライトな着心地でサクッと羽織れて、表面もですねちょっとこう綺麗めなコートというよりは、割とこうラフに羽織れるような、シワになってもあんまり気にならないような素材感を選んでいるので、これだったら車に運転する時にもサクッと羽織ったままもう座ってしまってもあんまり気にならないんですよね。僕はこのコートをですね、試作品を結構長い期間去年着ていたんですけども、これはストレスにならずにいろんな季節に使えるコートに仕上がってるかなと思います。で、僕はこちらのコートをどういった時期に使っていただくイメージで作ったのかというと、秋だとか、あとは春だとか、本当に寒すぎない時期に着てもらえるような、そんなコートをですねイメージで作ったんですね。ですので前回の春バージョンは裏地は半分ですね、この辺りまでつけていたんですけども、今回はですね秋冬にも対応できるように総裏で下までしっかりと裏をつけているので、これだったら季節的には秋とか冬ですね、もう本当に真冬の寒い時には絶対に着れないと思いますが、それ以外の12月の中旬後半ぐらいまでは僕はですね重ね着をしっかりとすれば十分に対応できるような、まあ、そのようなコートに仕上がってるかなと思います。いわゆるウールのコートに比べるとそんなにですねこれ自体があったかいというわけではないんですが、割とですね 2.5 シーズンぐらいは使えるような、そんな仕上がりにはなってるかなと思います。で、デザインなんですけども、耐力圏コートということで、これですねトレンチコートの原型と呼ばれているようなコートの形になるんですね。まあ、ドメスティックブランドでこのような耐力圏コートというのは数年前から結構人気があって、僕自身も好きで、これまでに耐力圏コートですね5着ほど購入したんですね。シングルのシンプルなコートに比べると少しディティールは凝っているんですが、トレンチコートほどゴテゴテとしていないので、僕はこのバランスが非常に好きなんですね。ただ国内のドメスティックブランドの耐力圏コートって割とですねしっかりとした作りのものが多いので、ちょっと着るときに丁寧に扱わなくちゃいけないなっていうところがあるんですが、まあ、僕のブランドではなるべくこうラフな素材感で軽く作っているので、サクッと羽織れるようなそんな位置づけのですねコートに仕上げています。襟幅はちょっと大胆に大きめに作ってあって、クラシックな雰囲気を出しつつ、身幅もちょっとゆとりも出しています。僕は今着てるのでこちら M サイズなんですけども、まあ、これぐらいのゆとりがあると今っぽくラフな感じで着れるんじゃないのかなと思います。まあ、サイズ展開は M、L、
LL この3サイズ展開していまして、僕のような小柄な男性であれば M サイズでいいと思いますし、 XL に関しては割と身長がある方だとかぽっちゃりめの体型の方でも割と合うような、そんなサイズ感に仕上がってるかなと思います。で、色なんですが、僕のブランドはですね、基本的に空張りみたいなものは一切作らないんですね。もう一色のみ、気に入った生地の気に入った色一色だけで作ってるんですね。こちらはグレー系の色合いになるんですが、ブルーとグレーを混ぜたような曖昧な色味になっていまして、重たすぎないような、そんなグレーになってるんですね。なので春に着ることもできるし、秋冬にも着れるような、そんな色合いになっています。僕は今ですね、白パンであえて合わせてるんですね。というのも今時期的にですね、黒パンだとちょっと重たすぎるので白パンで合わせていますが、ボトムスは白でも黒でも、あとはオリーブ系のパンツとかでも合わせることができるので、結構幅広くですね、こういったグレー系のアウターというのは合わせることができるかなと思います。で、中に着るものはシャツなんかでもいいですし、あとは丸首のニット、このあたりも間違いなくハマると思います。それだけではなくて、例えば僕がよくおすすめしているのは、内側にこういったデニムジャケット、まあ分かりやすく言うと G ジャンですね、このようなものを入れてあげてコーディネートすると、コートを脱いだ状態でもちゃんと着こなしが成立しますし、このようなレイヤードを組むことで結構長い期間、冬までですね、このコートを着ることができるんじゃないのかなと思います。まあ、かつては結構トレンド的な意味合いも強かった耐力圏コートも、リリースされてから結構数年経ちまして、割とですね、定番的な位置づけで着ることもできるので、一回買ったら数年は着ることができるような、まあ、そんな仕上がりになってるかなと思います。すべて生産は国内で行っていまして、素材も日本のものを使っています。まあ、なかなか仕上がりのいいコートなので、おすすめしたいところではあるんですが、なんといっても今これから夏を迎えるようなタイミングなので、なかなか皆さんの心には刺さりにくいかなとは思っているんですが、秋冬に向けて何かいいコート欲しいなという方は、よかったらチェックをしていただきたいなと思っています。こちらは受注生産の商品になっていまして、欲しいと思う方には確実にお届けできるようにですね、受注期間を設けて、そちらでご注文いただいた方には8月の末から9月の上旬に向けてですね、お届けできるように生産したいなと思っています。まだその時期にもこのコートが着れるようなタイミングではないかなと思うんですが、ちょっと寒くなってきたとか、そういったタイミングにはすぐに着ていただけるようにですね、生産したいなと思っていますので、よかったらチェックをしていただきたいなと思っています。商品の値段ですとかサイズなどの細かな数値に関しましては、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからぜひチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。